今日は練習試合の日、相手は第6高校、負けそう。やっぱりこのままだとまずいな。ちょっと部活の日が足りない件、運動パラメーターがあまりにも上がらないのでバイトをやめます。バイトをやめよう。あ、日曜日じゃなかったぜ。ちょっと運動しといて。まだ金曜日か。ちょっとデートまだ誘うの怖いからな。どれぐらいかかるかわからん。よしよし、日曜日だ。ちょっと申し訳ないがアルカードにはやめさせてもらうぜ。はい、喫茶アルカードです。いい声。秋野です。すみません、アルバイトをやめさせていただきたいんですが。残念だけど仕方ないね。今までありがとう。はい、こちらこそ今までお世話になりました。では喫茶アルカードのアルバイトを辞めました。めっちゃシステム文書。よし、寝込むぞ。あ、すぐに見つかった。あ、君目立つからさ。ギリギリ大丈夫だと思う。え、そうかな。それで何か用だった？うん、大事な用。今度の日曜って空いてる？空いてるよ。ライブハウスどう？ライブハウス？テンション上がるよ。あ、好きなの？じゃあ行こうか。本当に？やった！大丈夫かな？ 99？ 99！ 危ない。ちょっと待って、この先暗いから足元気をつけて。ありがとう。なんかテンション上がってきた。この始まるまでの時間、なんとも言えないよな。好きなんだライブ。お、来た来た。そんなに？ライブハウスで聞く音って一味違うよな。好きなんだ。最高だった。ああ、俺も本当最高だった。よし、やったね、バッチリ好印象。君の隣にいる今ってさ、俺の大事な時間なんだ。来た。まあ結構カットしちゃうんですけど。何？どうしたんだよ君。え？覚えてないわけないだろ。触りまくってたけど。うん、ごめんなさい。あ、謝るのかよ。だったら最初からすんなって。なんかのドッキリかと思ったよ。ドッキリ？本気でわけわかんなくてさ。君はふざけてるのかマジなのか。まあ今の感じだとふざけてたんだな。じゃあいいよ。怒ってる？怒ってはない。ただふざけるならもうちょっと分かりやすく頼むよ。顔を見てたけど超真剣だったぜ。え、そんな顔してた？してた。でも何の意味もないって分かったからもういいよ、帰る。じゃあ。うん、じゃあね。おもろ。さ、寝込むぞ。寝込んで本当に大丈夫か？大丈夫だな。1週間ぐらいだから大丈夫と見た。体調を崩してしまった。寝るぞ。見舞いは？ふう、この調子なら学校行けそうだな。
母さんかな。言ってて、すみません。ああ、大丈夫ですんで。え、この声は。俺、起きてる？やっぱり、のぞむ、起きてるよ。どうぞ。失礼します。で、具合どう？のぞむこそ大丈夫？どっかぶつけたの？頭ぶつけた。っていうかごめん、今ので起こした？ううん、ちょっと前に起きてたよ。そっか。うん、顔色はいいみたいだな。うん、もう大丈夫。でものぞむ、部活は？諦めて早めに切り上げた。どうせ君が気になって身が入んないからさ。そうなの？ごめんね。ゆっくり休んだからもう学校行けそうだよ。ああ、頼む。このままじゃ練習に集中できないよ。あ、でも無理は禁物な。治りかけが大事。はい。素直でいいじゃん。あ、もう俺行く。でかいのがいたら邪魔だろ。もうそんなことないのに。でもありがとう。頭気をつけてね。うるさいよ。元気そうな顔を見られてよかった。じゃあな。のぞむに元気もらえたな。よし、もう少し休んで早く治すぞ。よし、回復した。まあでもコアタイムコアタイム過ぎたし、誘われ待ちでいいかな。では今年の文化祭のクラス出展は多数決の結果、ランボール迷路に決定しました。ランボール迷路。2週間後の文化祭に向けクラス一丸となって頑張っていきましょう。さっさくんの ADV が増えてたので読もうと思います。綺麗な夕日だな。修学旅行の時のだろうね、多分。こんな気持ちで修学旅行を楽しめるなんて思ってなかった。ちょうど1ヶ月前、2年のインハイは全種目1位で完全優勝っていう挑戦に区切りをつけるつもりで挑んだ。陸上部では先輩たちの忠告も聞かず、ただ自分が納得できる練習を続けていた。俺は我を通して、でも結局全種目1位で完全優勝はできなかった。これで区切りをつけるつもりだった。でも3年の先輩が俺の背中を押してくれた。俺の挑戦を自分たちの夢とまで言ってくれた。だからもう1年、俺は挑戦させてもらえる先輩たちのおかげ。あともう1人、部活で孤立していた俺と一緒に走って笑って話してくれたのが彼女。彼女の存在があったからなんとか気持ちが切れなかった。安物だけど、さっき買った長崎ガラスのガラス玉をこの旅行中に彼女にあげたい。彼女がしてくれたことに比べるとガラス玉は小さいけど。あ、来た。小さいガラス玉だけど、あの綺麗な夕日の力を借りればピカピカになる。俺に気づいて眩しそうにこっちに走ってくるあの笑顔、彼女は俺の中のピカピカの太陽なんだ。いやー、いいですね。ピカピカの太陽になっちゃった。さて、文化祭が来るね。七つ森くんだ。文化祭楽しみだね。まあね、お祭りは何でも楽しいな。七つ森くんって実家は羽ばたき市のお隣の町だよね。友達が遊びに来るんじゃない？まあそんなに多くはないけど、羽ば学の文化祭は絶対行くって意気込んでそうなやつは思い当たる。そうなの？いいな、そういうお友達がいるのって。私はずっと羽ばたき師だから。でも高校に入ってからばらけた友達が遊びに来てくれるだろう。ああ、そっか。お互い懐かしい友達を大切にもてなさないとな。うん。え、誰なんだろう。と一緒に遊んでた人かな。さ、みのるくん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 って誰？のぞむくんだよ。
この世界線は。こんばんは。こんばんは。どうしたの？誕生日おめでとう。どうしても今日おめでとうって言いたくてさ。突撃してごめん。うんうん、のぞむありがとう。その顔見れてよかった。じゃあ。よし、アクセかな。メダイ超過。メダイ、あ、金メダルみたいなやつ。今度のデートでつけてみようかな。今日は文化祭、私たちのクラス出展はダンボール迷路。早く教室に行って開店の準備をしなくちゃ。モーリーを探せ、かわいい。巨大迷路モーリーを探せ、目立ってるみたい。どんどん人が集まってくる。行きてー、ここ絶対おもろいやん。へえ、すっごいの作ったじゃん。あ、のぞむ、チャレンジしてみる？いいね。で、モーリーって三影先生のご実家の牛だよ。迷路の中は牧場のイメージなので、君も牛柄の T シャツってわけ？うん、かわいいでしょ。お、うん。ゴールした人には搾りたて牛乳プレゼントだよ。搾りたて何ですか？わかった、最速記録出すよ。では1名様ご案内。やっとゴールか。時間かかったな。のぞむ、どうだった？うん、よくできてた。三影牧場から出られないかと思ったよ。楽しんでもらえたみたい？うん、でも全然最速記録には届かなかった。もう一回やらせてよ。もう一回やったら意味なくない？はい、いいんだ。よし、次は記録更新。行ってくれ。のぞむ、すっかりハマったみたい。やったね、大成功だ。搾りたて牛乳どっから用意してんだろう。今年のローズクイーン決まったみたい、はい、実はヒカル、来年はマリーも一緒にエントリーしよう。ヒカルたちの学年って可愛い子いっぱいいるしな。こりゃちょっと厳しいかもね。ちょっと魅力が足らないみたいなこと言われてますね。ミスコンって日頃の努力が実を結ぶから、それがなければ難しいかな。この辺の会話いつも飛ばしちゃってたけど、望みがないと言われました。私たちのクラッシュってのダンボール迷路は大成功。楽しい文化祭だったな。ローズクイーンはそのうちということで、出かけよっかな。じゃあ、どうもありがとうございました。よし、いい買い物したな。お、ミチルじゃないか。さてと、そろそろ帰ろうかな。あ、まね、はい。ん、りょうたの言う通り、本当に君だ。嫌だろうな、りょうた。のぞむ、風間くん、二人ともどうしたの？りょうたとハンバーガー食べてたらさ、向かいの店に君がいたって言うんだ。ハンバーガー二人で食べてたんだ。仲いいな、お前ら。ハンバーガー屋さんの前のお店。ああ、あそこのことかな。でもだいぶ前だよ。昼過ぎくらい。うん、そうかも。その時すぐ言えよ。そしたら今日三人でいられたのにさ。あのな、こいつだって一人で服やアクセサリー買いたい時あるだろう。え、ああ、そういうことか。つがりょうた、そういうのをもっと早く教えろよ。そしたらここまで来なかったのにさ。言う前に走り出したのは誰だよ。そうだったんだ。で、いいの買えたか？うん、いろいろ見られたよ。じゃあもうこれからは3人でいても大丈夫だな。みたいだな。一緒に帰ろうぜ。うん。わあ、三角関係を思い出すな。 GS3 の本作は4人になるみたいですけど、マジでどうなるか気になって仕方がないものの、未だに個人ルートが結構残ってるんですよね。なんか芸術とかが上がってるんで、そろそろ矢之助さんぐらい出すかと思ったけど、普通に占い結果によりますね。阿弁教ですね。出るかな。あ、出るっぽいね。
というわけで矢之助さんが出ました。結構いろんな人とのやり取り見たいもんな。フリーマーケット行ってさ、面白いもん見つけて楽しもう。いいね、フリマ行こうぜ。本当に？やった。次の授業は危ない。なんだ？ああ風間くん、何が危ないの？学食で満足して午後の授業だろ。そうだな、絶対睡魔が来る。そうかな、今のところ大丈夫そうだけど。もしもの時はこれを見ること。何？手紙？いや、眠気覚ましの薬みたいなもん。着席。もしもの時だ、じゃな。眠くなるのか。風間くんがくれたメモ、何が書いてあるんだろう。眠くはないけど、見ちゃおうっと。俺を見ろって風間くん、こっち見て笑ってる。風間、楽しそうだな。そんなに古文が好きか。あ、はい、すみません。飽きた。ちょっと早いよ。違うよ、それは気になることをするお前が悪い。秋野だしな。え、もっと後かと思ったらすぐ見ただろう。思わず笑っちゃったよ。あのメモのこと？風間くんを見ろってどういうことだったの？面白い顔でもして笑わせてやるつもりだったのにさ、まんまとこっちが笑っちゃったよ。お前には負ける。私笑わせてないのに。でもおかげで助かっちゃったかも。ある意味眠気覚ましにはなったな。ありがとう風間。これで多分風間くんのあの授業中イベントが3回見れたんで、なんかちゃんと授業中とか学内イベント3回見れたの、3回分見れたの初めてな気がする。嬉しいですね。でフリーマーケットだっけ。ネット。あ、それ俺がプレゼントしたやつ。そうだよ。うん、せっかくだからね。使ってくれてると嬉しいもんだな。プレゼントしてよかった。のぞむ、喜んでくれたみたい。つけてきてよかった。ありがとな。へえ、こんなににぎわってんだな。早速行こう。このシルバーリングかっこいいな。すごく似合うよ。高そうだよ。のぞむのイメージじゃないかな。わかんない。似合うよ。君にそう言われると嬉しいな。あ、普通に普通ということでよかったです。はぐれないように。俺が選んだものを君が身につけてくれるっていいな。いや、君が選んだものを身につけるっていいよ。ちょっと君、俺やっぱりわかんないよ。え、何が？最初はふざけてる感じだったけど、後半なんかおかしかったぜ。ごめんなさい、やりすぎたかな。何をやりすぎたって思ってんの？スキンシップ？うん、それなら想定通り。俺が出した答えもそれだった。だから頑張って俺も答えようって思ったけど。うん、簡単に言ったな。できるわけないよ。スキンシップ嫌だった？嫌じゃないよ。でも俺からは無理だろ。とはいえやられっぱなしも嫌だし。帰りながら攻略法を考える。じゃあね。謎物事悩ましちゃったかな。正当に悩んでますね。ちゃんと悩んでる。ちゃんと葛藤してる。素晴らしい。そろそろ写真変えられないっすか？ないんだけど。まだ
ここだよね多分。え、嘘。いつまで本田くんを飾っていればいいわけ。さて12月になったんで、スキー場と、森林こうん？あスケートか、スケート海辺の散歩、この3つは行きたいし、クリスマスが多分今年行けるはずなんで、のぞむくんに電話をして、12月25日に羽畑山でスキーしない？おお、行く行く。よし、明日から期末テストだ、頑張ろう。まあ今回も普通ぐらいなのかな、こんなもんこんなもん。帰化艇以外がマジで普通にしかならない。あ、でもだいぶ上がりはしたな。数学が満点になった。社会終わってんな。まこんなもんかな。マリーはスポーツ選手ってどう思う？スポーツ選手？え、サッサ君って完璧なスポーツマンでしょ？ああいう人は好き？前らに好きって話したが。え？お姉ちゃんの質問じゃ答えられないって。ねえマリー。つまりマリーの男の子のタイプにスポーツマンはありなのかって話。ああそういうことね。でどうなの？どうなの？どうして急にそんな質問が来るの？どうしてだろうね。うわ試合だ、やべ。今日は練習試合の日、相手は第7高校。今日は他校と合同の記録会だ、みんなベストが出せるといいな。え、出してくれ頼む。さき、はい、この後110m ハードル。うん、頑張ってね。抜き足確認頼む。調整してきたことできてるかさ。イベントか普通に。行ってくる。行ってらっしゃい、頑張って。前回のインハイから望むの記録どんどん伸びてるんだよね。今日の結果も楽しみだな。いよいよスタートだ。うん、いいスタート。1台目のハードルまで最高タイムだ。おお。いいタイム。抜き足もスムーズだ、リズムもいい。のぞむ頑張って。あ、ま、はい。のぞむすごいよ、自己ベストだよ。ああ、2年のインハイの時先輩に言ってもらった通り、最後まで俺らしくやるよ。うん、きっとできるよ、全勝優勝。よし、残りの競技も全力を出し切る。のぞむ、先輩に背中を押してもらってからタイムがどんどん伸びてるんだ。やったー、ふう、なんとか勝った。手強い相手だった、よかった。これ負けたらマジできついな。今日の記録会みんな頑張ってたな。マネージャーお疲れ様。のぞむいい記録出てたね。うん、君のおかげ。クールダウンのランニング付き合ったよ。のぞむ満足そうだね。うん、記録もだけどさ、登録した4種目はトップ取れた。やっぱり一番は気持ちいい。おめでとう。やっぱり俺の原点は運動会の一等賞みたいだ。子供だろ。いやいや、うん、それをずっと追いかけられるなんてすごいと思う。ありがとう、なんかすげー嬉しい。ちょっと強めに走ってくる。行っちゃった。あれ、今のクールダウンのはずだったよね。嬉しくなると駆け出してしまうところめっちゃおもろいな。三影先生と七つ森くん率高いな。もうすぐ冬休みですね。そうだな。楽しみじゃないんですか？幅学のクリスマスパーティーまでは超楽しみなんだけどさ、年末年始は気が重い。何かあるんですか？毎年実家で親類縁者従業員が一堂に会するんだ。こればっかりは逃げらんねえ。
毎年聞かれることは同じ、答えることも同じ。氷漬けにした会話を回答する感じだよ。うわ、大変そうですね。ごめんごめん、つまんないこと言っちまった。ああ、でもモーリーちゃんには会えるんですか？おお、それだけでも帰る意味あるよな。あの子は毎年俺を歓迎してくれんだ。変わらぬ愛ってやつだな。冬休みはお前の顔見られないけど、モーリーの顔は見られる。俺の楽しみはそれだけだ。よかったですね。モーリーちゃんによろしく伝えてください。でもあの子嫉妬深いところあるからな。黙っておいた方がいいかもな。モーリーちゃんが私に嫉妬？女みたいに言うな。あ、今日は学校主催で、なんて、学校主催で開かれるクリスマスパーティー。さあ、ドレス買ったよね。買ったよね。前回外したから今年は当てるぞ。なんだろう、わからない。ワイヤレスイヤホンとかスポーツの時にいいのかな。もうだってこれぐらいしか思いつかないよ。じゃあどうかな。買ってる買ってる。そうそう、この綺麗なやつね。布目にもらったチョーカーつけてこう。似合わんかもしれんけど関係ねえ。でもオッケー。レディースアンドジェントルマン、ジェントルマン、それでは改めて良いイブを。メリークリスマス。メリークリスマス。サキ、はい、メリークリスマス。メリークリスマス。あ、望む、メリークリスマス。君、それから料理、プレゼント。え？今日の俺の優先順位だよ。料理の方がプレゼントより上だと。練習メニューみたい。いいじゃん、ドレス気に入ってくれた？おう、なんかさ、隣にいてふわふわするよ。ふわふわ？浮かれてんだと思う。そういうふわふわね、文字通り。ありがとう。俺はどうかな。さっき花婿みたいとか言われたよ。確かに、ぽい。うん、確かに新郎みたい。マジで？じゃあ君が新婦だろ。披露宴じゃん。全然白いドレスじゃないけどいいっすか。え、調子乗ってんな。おい、さっさ、すげえ料理出てきたぞ。ああ、あれ、望む、お料理楽しみにしてたでしょ。優先順位的には2番だよ。いいから、たくさん食べてきて。ちょっとしたらすぐ戻ってくる。ゆっくりでいいよ。君の分もたっぷり持ってくる。かわいいな。そろそろプレゼント交換会の時間だ。いやー、これどうかな。私プレゼント選び下手なのかもしれない。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。私は温泉好きのバスグッズ、手ぬぐいタオルと湯の花セット。あ、いいな普通に。あ、まね、それ、はい、俺が出したプレゼントだよ。え、望むのなの？あ、これ君のだろ。うん、でもどうしてわかったの？じっと見てたから君が出すの。え、ごめん、でもズルしてないぜ。俺んとこに来たのは偶然だ。だからこの結果はちゃんとした運命だって。わ、運命。そうだね。どう？これ欲しかったやつだよ。あー、よかった。マジで運命感じんだけど。あー、運命です。よかった。マジで外したらどうしようかと思っちゃったよ。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。こうして高校生活2年目のクリスマスイブは終わった。さあ、でもクリスマスデートはまだ残っていますと。体冷えてない？もう少し滑りたいな。あったかい飲み物が飲みたいね。あー、もう疲れたよ。スキーは2回目だから、もう少し滑りたいな。気持ちはわかる。あー、ダメか。じゃああと1本で休憩な。まあまあでしたね。寒くない？いいよ、寄りかかっても。
いいじゃん、こういうのも。また行こうよ。今度は俺が誘うからさ。君の家まで送る。ほら、俺、どうかした？え？あれ？のぞむ、送ってくれてありがとう。あの、イルミネーションは？スキンシップ足りなかったかな？イルミネーション…なんで追加デートなかったんだろう。どういたしまして。じゃあな。普通に追加デートないんだけど。どうして？ワッツァ？ワッツァー